はい、こんにちは。まえチャンネルまえはるで す。はい、今日はこちらですね。はい、手裏剣人とバイソンキングです。こちらがですね、2015年5月17日放送分の手裏剣センター2忍者で合体しましたね。キング手裏剣人になりましたので、今回ですね、それをやってみたいと思いますね。このデラックス版を使ってね。エイシン君が説明書を見ずにもうできるんでしょ。うん、はい、じゃあお願いします。はい、ではまずどうするんだっけ。まずはバイソン軸と手裏剣人の手裏剣外す。手裏剣を外します。パパもお手伝いしますよ。これ腕取るんだっけ？あ、腕取って。あ、じゃあそっちをね。バイソンキングも腕を取って、武器も取ります。武器取る。こっちの武器も取りますか？うん。はい。武器は合体させます。武器と武器で。お、いいね。じゃあまず武器と武器合体しておこうか。あ、じゃあそれはパパがやっておきますよ。エイちゃんがやります。まず武器は、ドラゴマルの剣とこの剣を合体させます。これ剣じゃなくてピストルだね。ピストルも合体させます。ここ剣になって、そしてこの羽を割って、あ、ここにつけんだっけ。あ、なるほどね。じゃあパパ反対側つけておきますね。あ、かっこいい武器になったねこれね、うん、はい。そしたらで、これをこのままにして、で、これをつけて、はい、そして、そしてここにある、これ上外すんだよね。上を外して、はい、でこの上も、ここも取るんでしょ。牛も外します。で、これが上に来るんだよね、うん、はい、そしてそこにこの下の部分、これバイソンキングの手だね、うん、これで、これ、あ、うん、肩の部分が折れ曲がるんだ、うん、そしてこの2つを変形させて、はい、手になる。手になる、うん、これくっつけんだよね、確か、うん、持つ、こうするのか。足を外して、このチャイルのを下げて、はい、この赤の部分をこうします。はい、それでこれこの、それで、これがワンマルの方、はあ、あ、違ってるんだよ、色ごとで。ああ、これを足の下にくっつけんだ、うん、おお、ついたついた。で、反対側を同じようにして、で、こっちにしまってくっつけます。下にね、ジョイントがあるから、それとくっつける。はい、OK、 これで足が完成だ、うん、なんで後ろにジンがつくかっていうと、外れてるとグニャグニャして倒れちゃうんだよね。倒れちゃった。お尻だね、だからね、うん、はい、お尻のストッパーです。それでさっきつけた手、うん、これをこの肩の部分にセットだね、うん、反対側もセット、はい、オッケー、うん、そしたらこの上どうなんですか。そしたらこの上にさっきのやつそのまま、うん、あ、そのまま乗せる。で、手裏剣人の手裏剣がくっつきます。手裏剣人の手裏剣なの、ここは、うん、あ、それで、ちなみに手裏剣人の手裏剣はこれもう電池ないんだよね、うん、で、上にこの牛を牛皮を乗せる。で、変わるでしょ、うん、反対になる。ああ、これこっち側が牛の顔なんだけどね、うん、反対感じすんだ、うん、こんな出っ張ってんだ。そうして、これ顔上げずに締めて、うん、これでも乗っけると音鳴っちゃうんじゃないの。これ上げないといけないんじゃないの、これ顔のところで上げて、あ、これで顔が出た、うん、それでやります、ね、で、バイソンキングの手裏剣そこセットだ。これだ、これがキング手裏剣人。あ、そうだ、武器セットしないとね、うん、わっしょい、つながるんだよ、わっしょいで。つきます。ああ、これで完成。これで完成か、はい、あー、でかいよね。でかい。これでエイシン君が作ったの何回か見たことあったんだけど、なんかね、いまいちね、重心が安定しないんだよね、うん、手裏剣人とバイソンキングの時はすごい良かったんだけどな、うん、なんかちょっとグラグラするね、うん、それで、テレビではですね、あの、ガビ雷蔵、うん、あいつが巨大化したやつをこのキング手裏剣人が倒したね、うん、パパはね、結構ガビライゾ好きだったのにさ、あんな死に方しやがって、おうって感じしたのって感じした。だってあんな簡単に死んじゃったからさ、ショックなの。パパ、これなら絶対死んじゃうと思うんだけどそうだね、パワーすごいからね、うん、はい、ということで今回ですね、エイシン君にキング手裏剣人を作ってもらいましたね、うん、でかいね、
でかい。前回の特急じゃんの超特急よりははるかにでかいですね、うん、はい。特急レインボーぐらいだね。そう、特急レインボーぐらいのいきなりでかさがあって、ちょっと今後が大変心配でございます、うん、はい。